ただいま。というわけで、LINE ライブで生放送のんチャンネルは第14回日曜日ののんです。わー、当たり前ですが、続けていくと放送回数が増えていくんですね。わー、面白い。お、LINE ライブのノー、脳みそでの方ですね。ふう、おかえり。あ、なるほど、ただいまって言ったからおかえりって。ありがとうございます、嬉しい。カレンダー買った、ありがとうございます。香港のファンという方ですね。香港の方なんですか、ありがとうございます。それでは本日はフリーおメールの紹介から。お名前、おーちゃんさん。週刊文春での好きな女優ナンバーワン、おめでとうございます。わー、もちろん投票しましたよ、ということで。お、おーちゃんさん、あー、協力してくださったんですね、ありがとうございます。ですね、これがなんと、週刊文春でのランキングのやつがなんだっけ、 V2! わー、組織票なんじゃないかとかって思いつつ、そんなに大手に切った組織がないので、あ、本当かとかって思いつつ嬉しいですね。皆さん、どうも皆さんの応援のおかげです、ありがとうございます。あと、そうですね、あ、そうだそうだそうだ、おい、これ預かっておいて。はいはい。それでは続いて、あー違うわ、ごめんなさい。それではお名前、マーティーさん。お肉って美味しいけど食べ過ぎるときついですね。すごい一緒です特にこの脂の乗った霜降り肉のお高級なお肉など、やっぱり一口でいいんだなとかって思っちゃいますよね。あ、なかなか慣れないですね、高級なお肉は。はい、同じ思いです。マーティーさん、どうもありがとうございます。おーい、ね、おーい、あ、おーい、これ預かっておいて。はいはいはい、はい。はい。それでは続いて、まるいちゃんたちと仲間たちが大活躍のショートまるいちゃん劇場。もしまるいちゃんが学校の先生だったら、全員廊下で走ってなさい。うわー、わー、ピーヒャラピーヒャラ、今日も愉快な悪いちゃんたちと仲間たちでした。ちゃんちゃん、さて、踊るのんチャンネル、本日も内容はてんこ盛りだくさんであります。続きまして、のんさんからここ最近のご報告です。はい、のんのここ最近、岩手銀行のイメージキャラクターに就任いたしました。そして入校式にお邪魔しました。こちらにニューポスターが加わっております。でっかい顔すごいですね。そして LINE モバイルテレビ CM 第2弾交差点編が公開になりました。そして暮らしの手帳87号発売記念トークイベントを行いまして、
編集長とお話ししました。来てくださった方とかいましたか？出演者気になる、あ、ご存じない方もいますかね。外チャンネル、外でやってるの外チャンネルさん、ミーさんさん、レオンさん、行きたかったよ。あ、来れなかったんですね。ですね、暮らしの手帳、あ、ここにありますが、ここ売れですね、暮らしの手帳。皆さん、トト姉ちゃんでご存知の暮らしの手帳でのにですね、直線立ちで作る春の羽織物という特集で出させていただいて、直線立ちの洋服を作りました。すっごい楽しかったです。そしてその暮らしの手帳のトークイベントというのを行ったんですね。しかも自分の作ったワンピースや、洋服などを用いてですね、これがこうで失敗したとか、ここがうまくいったなどお話しさせていただきました。ありがとうございました。すごい編集長が愉快な方で楽しかったですよ。へいへいって。そしてですね、 LINE モバイルテレビ CM 第2弾の交差点編が公開になりましたよ。今回はたった一人の孤独な撮影とは真逆の撮影、交差点でたくさんの人混みの中で振り返るという、こうか、振り返るというCM でした。逆の発想、かっこいいですよね。私もすごい楽しかったですよ。お気に入りです。そして岩手銀行のイメージキャラクター、そしてエヴァンジェリストというのに就任しました。エヴァンジェリスト、もういい慣れてないんですよ、エヴァンジェリストっていうのが。エヴァンゲリオンと同じ、あの、なんだ、元の、なんだっけ、元のやつが、元の発祥の言葉、よくわかんないけど、なんか一緒らしいですよ。面白いですね。あ、そして昨日ですね、スチャダラパーさんのライブに伺いました。日比谷野音のライブ、すっごい楽しかった、かっこよかった。行った方いらっしゃいますか？伝道師という意味、あ、そうです、エヴァンジェリストイコール伝道師、エヴァンジェリスト、エヴァンゲリオンと、なんだそれ、もうよくわかんなくなっちゃう。はい、それではこんなところにしときつつ、以上、あ、そうだ、そしてスチャダラパーさんのライブで販売していたこの余談という雑誌、これ見せてよかったのかな。これでですね、はい、このようにウィズノンみたいな、スチャダラパーさんウィズノンみたいな写真を撮りましたよ。余談をしました。興味のある方は、でもこれライブでしか買えないんですよ。ゲットできた方、ぜひノンにご注目を。はい、あれ、以上、のんさんからのご報告でした。それでは本日ののんチャンネルおメイン企画はこちら、サンデーおファミリーおクイズバンバスペシャル。前回に続き、家族団らん日曜日の午後6時台ということで、おそらく家族みんなで楽しめる、そんなおクイズ企画をご用意しました。ぜひ一緒にシンキング&素敵なサムシングをお楽しみください。それでは最初のおクイズはこちら、この世界の片隅っこクイズバージョン2017スプリング。わーい、このパターン、はい、この小さなお皿に載っていますこのパンの
片隅っこ、これをのんが、食べまして、何のパンかを当てるという、少し甘めの菓子パンの片隅っこなのですが、食べてみようという、そしてこの片隅っこから何の菓子パンかを当てるというクイズです。映画この世界の片隅にまだまだ公開中ということで、まだ見てない方はぜひ、お近くの映画館をお探しください。はい、ではいざ実食です。うん、あれ、2かけもある、ヒントが多いぞ。いただきます。うん。あー、やばい、これは大きな失態。さっきですね、放送前に直前に歯磨きしてしまったから味があんまりわからない。どうしよう。ふわっとしてますね、とても。すっごくふんわりしてます。食感はわかりますね。うん。そしてちょっとこのまろやかな味、なんだろう、ふんわりとカスタードクリームの香りも感じるような、感じないような、ウィズ歯磨きこの味。そうなんです、さっきちょっと放送が遅れたんですけど、なんかのんきに歯磨きとかしてて、誰もスタッフの皆さんも誰もあの時間が過ぎていることに気づきませんでした。あ、そろそろ答えを言いましょうかね。はい、では予想を発表します。いざこの世界の片隅っこクイズ、こちらの菓子パンは、クリームパンです。違った。何だったんだろう。お、出てきましたよ、こちらの菓子パン。あ、開けてみましょう。アンパンでした。はっくり、これはもう私このパン大好きですよ。この6つ入りとかのやつですね、美味しいやつ。これ知ってますか皆さん、粒あんのやつ好きなんですけどね。クリームパンもあるから、多分同じパン使ってるんですよ。くそー、歯磨きしてなければ当てられました、悔しい。あれ、お花どうしたんですか。いや、皆さん花粉症はどうなってますか。私はもうもろにですね、花粉症を受けていまして、先日、自分の地元のでの仕事があり帰ったんですが、もう一心に花粉を受けてですね、鼻水が止まらない。それでは続いてのおクイズに参りましょう。花粉症ですか、何か上川町か、はい、はいはいはい。それでは続いてのおクイズは、この世界のおやすみっこクイズ。はいはい、こちらもですね、以前一度挑戦いたしました。この世界にお住まいのいろいろな方が発するおやすみの声を聞きまして、果たしてその方がおいくつなのか年齢を当てる、そんなノーヒントクイズであります。それではこの世界のおやすみっこクイズ、お願いします。こりゃ分かりやすいぞ。これはだってもうこのちょっとなんて言うんですか、元気いっぱいのパワフルな気持ちがいっぱい溢れるお休み、もう一度聞いてみましょうか。
ちょっと鼻にかかった声、これは花粉症の子ですね。そして少し浸ったらずな、ちょっと親近感を覚える、この声はきっとお子さんの声です。花粉症のお子さんの声ですね。おそらく幼稚園とかに通っているくらいの年齢ではないでしょうか。すごい、13歳くらいかな、5歳、10歳、あ、67歳ってちょっと5から12歳、幅広男子か女子か、おそらく男子ですね、なんとなく。それでは、この世界のお休みっ子クイズ予想を発表いたします。こちらの方の年齢は、6歳。違った、いやでも近いんじゃないかな。何歳なんだろう、こう何歳ですか。7歳男子、皆さん5歳、1つ違い。どれくらいなんだろう、でも幼稚園年少さんくらいの年齢ですね。あー、くそー、ニアミス、難しい。ありがとうございます。そしてちなみに私が思う7歳、あ、7歳じゃない、5歳、5歳花粉症のこのお休みは、あ、さっき鼻吹いちゃったな、おやすみ。いや難しいですよ、さっきまだ鼻水を噛まずにこの中に留めていたらできたかもしれない。はい、最後のクイズに行きましょう。はい、それではサンデーファミリーおクイズスペシャル、最後のおクイズとなりました。この世界の折り紙っ子クイズ。はい、わー、わー、お、はい、この世界の折り紙っ子クイズ、こちらは新たな試み、折り紙っ子クイズです。創作アーティストの私のんが折り紙っ子クイズで折り紙っ子で何かを作ります。皆さん何を作っているか当ててください。いざ、
皆様、答えは分かったでしょうか。鶴、何作ってるの？兜。外、ん？うお、ムチ、ミサイル？イチゴ。はい、いざこの世界の折り紙っ子クイズ、正解は？イチゴでした。いや、折り紙全意外と覚えてないもんですね。これ最初はですね、さっき出た風船を作ろうとしていて、最後まで風船に向かって分かる折っていたはずだったんですが、なんか折っていくうちに違うものに向かっている気がして、途中からイチゴに変わりました。難しい折り紙覚えてない。イチゴー。おー、ではですね、というわけで、わー、この音が鳴ったということはいてね、本日のおクイズは以上です。気づけば時刻は6時26分を回りまして、第14回のチャンネル、すごいクイズいっぱいで楽しかったですね。いろいろなこの世界の何々っ子クイズをやりましたよ。3つやりましたね。楽しい、この世界っ子クイズ楽しい。皆さんもぜひですね、ご家庭で友達間などでできるものとなっておりますよ。そして今日放送開始遅れた理由はスタッフみんなのせいです。のんも気づいてませんでした。歯磨きしてました。ピンポン。ではここで次回のおメールテーマの発表です。フリー。なぜまたしてもフリーなのか、それはまだ次回の内容がどうなるのか全体的にふわっとしているからです。というわけで、番組の感想や私ノンへの質問などなど自由にふわっと送ってください。おメールの送り方は、とっても簡単。ノン公式 LINE アカウントを友達に追加してくださっている方には、漏れなく番組終了後にメッセージが届きますので、そちらからアクセスして送ってください。それでは、ノンチャンネル、次回はだいたい2週間後の、違った。次回、5月1日、月曜日。ですが、放送予定、カッコ仮、カッコ閉じであります。ですね、詳しい放送日はノンスタッフのツイッター、プラス LINE ブログなので、どうかご確認ください。もしかしたら LINE さんへ行っちゃうかも、かもかも、みたいなふわふわと企画でございます。はい、それでは皆様、のんチャンネルをよろしく。チャンネル、のんでした。そうそうそう。はい。2週間後。おーい、全体的にふわっとしているぞ。おーい、全体的にふわっとしているぞ。これは何かの前触れなのか、そしておそらく何かが起こってしまうのか、起こると見せかけて何も起こらないパターンなのか、もしかして何かが起こる詐欺なのか、苦情は一切受け付けません。その質問聞こえません。この世界の片隅に、お休みに、折り紙に、作家さん、もしかしてそろそろネタ切れですか。カミングスーンスーンスーン、この世界の片もみに。